はい、ちょっとね、再現っていうか、ヤンキーデビューしたやつがいるんで、紹介したいと思います。YouTube でも写真出したんですけど、紹介したいと思います。お、怖いですね、ちょっと怖い、怒られそうになって。昔の僕の中学校の頃の怖かった先輩みたいな、殴られそうだ。こんにちは。誰ですか？こんにちは。こんにちは。はい、ヤンキーです。小学校何年生ですか？5年生です。5年生だって言ってるだろって感じ。5年生って言ってんじゃねえかって言ってみたい。5年生って言ってんじゃねえか。あ、すいません。あ、この、反り込み自分でやったんですか？違います。誰がやったんですか？おじいちゃん。おじいちゃん。おじいちゃん何歳ですか？60歳のおじいちゃん。もう僕たち、僕は51なんで、今年60、そう、9個だった。もう超ヤンキーの時代ですね。おじいちゃんも昔セリコミ入れてたんだよね。いや多分入れてたのね。うまいもんだって。これさ、ちょっと生えてきたから、またもう一回やり直ししたいんだけど、もう一回新たにやった方が。ね、レンスケの写真を載っけたら、この反り込みは多分中島会長が入れたんじゃないかっていう、みんなにそう言われて、違います、おじいちゃんらしいんです。はい、この反り込みで今YouTube とかブログで発信すると、もうレンスケ大人気で、ぜひこれでやってほしいと。で、もし会長の昔対戦相手だった選手で、今社長さんがいるんだけど、スポンサーになります。だからこのままぜひプロ選手になってほしいんですが、このまま反り込みでいきますか？この今大人気、大人気で、あれだ、もうトランクスも作ってあげるって言ってます。このまま反り込みを続けますか？続けませんですか？いや、まあちょっとおじいちゃんにお願いしてみます。ぜひこのまま、まあみんなの願いからすると、レンスケには擦り込みでいってほしいということです。はい、お願いします。はい、では、うちの、有望選手レンスケでした。ありがとうございました。